UEFA の公式 SNS が9月9日に誕生日を迎えたクロアチア、表 MF、ルカ・モドリッチのスーパーゴールを賞した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、レ・ルマドリードの中盤で活躍するモドリ、代表での大きな成果といえば、2018年のワールドカップ準優勝が挙げられる。実際、モドリッチは勝ちを逃したものの、大会最優秀選手に選ばれ、ただ、ユーロ2016年でもクロアチア代表躍進の余はあった。グループステージでスペインを破などして、首位通過を果たしている。ベスト16で優勝したポルトガルに屈したが、それも PK での戦だった。そのクロアチア代表を牽引するドリッチが、ユーロ2016初戦で決めたのが、このゴール。トルコ守備陣がクリアした高いボールをドリッチが完璧に捉えている。相手が寄せ来るプレッシャーもある中、ボールが落ちてるのを冷静に待って完璧にミート。ボールが下してくる力を生かした強烈なドライブシットでゴールを射抜いている。名手戻り、だからこそのスーパーボレーは必見だ。